ってイブちゃんその衣装ってもしかして。はい、ホームパーティー用の衣装です。立派な侍に見えるでしょうか。実はマヤさんが演劇部から借りてきてくれたんです。うん、イブちゃんかっこいいね。確かに計画書に新選組の衣装って書いてあったけど、本当に用意したのか。すげえ行動力だな。着付けもなんとか間に合いましたね。千里さんと山吹さんがいなかったらどうなっていたことか。ありがとうございます。いえいえ、こんな衣装の着付けができるなんて、こちらこそ貴重な体験をさせてもらいました。なんとか時間に間に合ってよかったわ。それでイブちゃん、準備の方は大丈夫？はい。イブちゃん、少し緊張してる？大丈夫？何かあったら私たち精一杯フォローするからね。皆さんありがとうございます。よーし、えいえい、あーあーみんなで言うえいえいおーってこんなに気持ちいいんだ。イブちゃん、ハンネちゃんが来たみたいだよ。そうですね。もちろん、ハンネも元気そうでよかった。わあ、ハンネちゃんも日本語が上手なんだね。本当だね。皆さん、こちらがフィンランドの友達のハンネです。わあ、イブちゃんと同じで日本語が上手だね。よろしくお願いします。こちらはカスミさんです。私のクラスメートのお友達です。それからそのお隣は、これは手巻き寿司だよ。こんな風に海苔にご飯と好きな具を乗せて巻いて食べるんだよ。具材もいろいろ用意したから好きなものを乗せて食べてね。そうですね、サーモンとアボカドはどうですか？どっちもハンネにも親しみのある具ですよね。マグロとアボカドの組み合わせもおすすめだよ。本当？よかった、イブちゃん、やったね。はい。そういえば、ハンネさんはここまでどうやって来たんですか？電車ですか？確かに電車って難しいよね。私も未だに間違えるもん。私も間違えるよ。堂々と言うな。私も日本に来たばかりの時はすっごく苦労しました。迷っても誰に聞いたらいいかわからなくて、日本語もあまり話せませんでしたから。あ、いえ、何でもありません。ハンネに嘘をついていたこと言わなきゃ。日本に来たばかりの時のこと
話さなきゃ。イブちゃん、あの、つぐみちゃん、もう少しだけイブちゃんに任せてみましょう。そうですよね。イブちゃん、頑張って。その、電車で迷ってたなら、私に連絡してくれてよかったんですよ。そしたら迎えに。